はい、こんにちは。山梨大学の問題を紹介するんですけども、これは、複素数の問題で、複素数に慣れてくると、まあ、ほぼ数秒で解けちゃう問題なんですけども、ここで、複素数苦手だよとか、俺文系だからやんなくていいやって言ってる人に特に聞いてほしい。もう今まで何回か複素数の話してきましたが、一応食わず嫌いじゃなく、見てもらうために、複素数の基本的なことからちょっと話したいと思います。まずそもそも、複素数、i って何か、虚数ですね。何かって言ったら、2乗してマイナス1になるような数はないと。けど、そうすると、まあ、一番単純な x2 乗イコールマイナス2とかっていうような二次方程式出てきちゃったと。そうすると、まあ、二次方程式には答えが2個あってほしいと。三次方程式には答えが必ず3個あってほしいと。と願うのが、まあ、普通の数学心なんで、まあ、これでも、解なしじゃなく、解2個を持たせたいということで、2乗してマイナス1になるような数を i と決めちゃおうと。まあ、これ、ルートマイナス1っていうふうに書いてもいいですけど、i をこのように決めちゃおうと。i って何かって言ったら、イマジナリー。想像上の数。まあ、そうすればこれも、x はプラスマイナスルート 2i としてあげれば、これちゃんと2乗すれば、ルートには2乗して2。i は2乗して i の2乗。で、i の2乗をマイナス1と決めてるんで、ちゃんと2乗して、マイナス2になる数ができたと。なんで、二次方程式に答えがちゃんと2個あると。ということで、まあ、これで無事 N 次方程式には N 個答えがあるような格好にできるかなということで、まあ、i というものを考えたと。で、ただ、あくまでイマジナリー、想像上の数なんで、想像ばっかりしてたんじゃ、いまいちピンとこないということで、天才ガウスさんが、複素平面というものを考えましたと。普段、何気なく見ている数字、実数っていうのは、小学校で習ったこの数直線上に必ずありますと。π でも、ルート2でも、マイナスでも、分数でも、小数でも、無限小数でも、この実数、数直線上にあると。でもこの i っていうのは、この数直線上にないですよと。じゃあそこで、まあ xy 平面のような格好で、こう、縦に虚軸、イマジナリーな虚軸。で、こっちがリアルの実軸と取ってあげて、複素数 i を目で捉えられるようにしてみようと。じゃあ、例えば、じゃあもう因数分解した学校で、x2 乗、x-1 の2乗が、マイナス4ですよ。これ、解くと、x-1 は、プラスマイナス 2i と。じゃあ、x は1、プラスマイナス 2i だと。じゃあ、まあ、このうちの1個の方の1たす 2i っていうのを、どことするかというと、実部が1なんで、1。で、虚部が2だから、じゃあ、ここと。ここを1たす 2i と決めてみようと。定義してみようと。じゃあ、そうすると一体どんなことが、いいことあるのかな。ここ、複素平面を定義することによって、もう全てが美しく整合性保たれるから、もう、こんな、複素平面を考えたと。で、全てが美しく調和しますと。じゃあ、そこで、一番何がいいかと、掛け算。まあ、これなんかも掛け算と関係してくるんですけども、複素数同士の掛け算。いや、例えば、じゃあ、この1たす 2i と、じゃあ、何でもいいや、2、3。3たす、ここだったら3たす 1i、i。じゃあ、これ1たす 2i と3たす i、これ掛け算してみようと。まあ、これはもう掛け算は普通通り、もう、展開の公式通り掛ければいいんで、で、まあ、気をつけるのは、実部と虚部をもう分けて考えちゃうと。実数になるのは3と、i と i を掛ければ実数になります。ということで、2i の2乗が出てくるんで、これはマイナス2ですと。じゃあ3とマイナス2だから実部は1。で、虚部は 6i と 1i だから 7i と。じゃあそうすると、これとこれ掛け算したら、実部が1で虚部はこの上の方。1たす 7i。この子も来ちゃったと。こんなところに来ちゃいましたと。じゃあ一体この掛け算は一体何が起きたのかと。これとこれ掛けてどうしてこんなところに行っちゃったのかと。言うと、じゃあそこで、絶対値というものを考えてみたいと思います。絶対値。絶対値は中学1年習った。マイナス3の絶対値は3。2の絶対値は2と。じゃあ絶対値って何って言ったら、この時の絶対値の定義っていうのは、マイナス3っていうのは、0から3だけ離れてますよと。0から左に3行ってますと。原点、0からの距離ですと。じゃあ同じように複素数も、原点からの距離を絶対値と定義してみようと。じゃあ1たす 2i の絶対値は、原点からの距離なんで、これは3平方の定理を使えば、
直角三角形1、2だから1の2乗、2の2乗だからルート5ですと。じゃあ1たす2 i の絶対値はルート5と定義してみましょうと。じゃあ3たす i も同じく絶対値はサザンが9と1、1が1だからルート10。じゃあそこで掛け算して出てきた結果の1たす 7i の絶対値も計算してみると1、1が1と7、4、19だからルート50だと。まあここで親と。どうやらこれとこれ掛け算したら絶対値同士は掛けた結果になってそうだなと。まあこれはたまたまこの数字がそうだったのかもしれないんで、一般的にじゃあ文字でやってみると、じゃあここも A たす BI で、ここを C たす DI としてみると、じゃあまずごく普通に掛け算すると A たす BI かける C たす DI と。じゃあこれはやはり同じく実部が AC で、虚部は BD に I 乗だからマイナス BD で、虚部はAD と BC なんで I でくくって AD と BC という結果になりました。じゃあそこでそれぞれ絶対値考えてみると、 A たす BI の絶対値はやはり三平方定理で A 次乗たす B 次乗のルートと。で C たす DI もこれは全く同じなんでルート C 次乗たす D 次乗と。じゃあ、掛け算の結果、これの絶対値はと。じゃあ、これも AC-BD 足す I カッコ AD 足す BC の絶対値はっていうと、それぞれ、ここの数を2乗して、足して屋根くっつければいいんで、これの2乗とこれの2乗を足して屋根くっつけると。じゃあ、これの2乗っていうのは、A2 乗、C2 乗。で、真ん中は、マイナス2。これ全部かければいいんで、A、B、C、D。で、B 次乗足す、あ、B 次乗、D 次乗と。で、こっちも、2乗すると、A 次乗、D 次乗。で、真ん中は全部かけた2、A、B、C、D。と、B 次乗、C 次乗と。これで、こいつが消えてくれると。そしたら残ったこいつらを因数分解できそうでしてあげると、A 次乗でくくれば、C 次乗足す D 次乗で B 次乗でくくるとやはり C 次乗足す D 次乗ということで、これが A 次乗足す B 次乗と C 次乗足す D 次乗の掛け算で、これ絶対値はイコール、これ屋根くっつけなきゃいけないんで、これ全部屋根くっつけますと。屋根くっつけると結局ちゃんと元の掛け算の元の複素数の絶対値をかけた結果になってますということで、大きさと大きさをかけてるということは分かったと。じゃあさっきのこれ どこ行っちゃったんだと。これは実数だったら右か左しかなかったんですけど、複素数は360であると。じゃあここでこの複素数っていうのは、まあ、もちろん実数だって0度と180度っていうふうに角度考えていいんですけども、考えるべきなんですけども、複素数は特にこの実軸となす角度が大事になってくるんで、じゃあここの角度アルファ、ここの角度をベータとでもするとどうなってるかっていうと、ここの斜辺の長さは、まあこれ絶対値なんで、コサインアルファっていうのは、ルート A 次乗足す B 次乗分の A。で、サインアルファっていうのは、ルート A 次乗足す B 次乗分の B というふうに表せると。じゃあ、そしたらこの A 足す BI っていうのは、アルファを使って、アルファ、サイン、コサインを使えば、A 足す BI っていうのは、A っていうのは、これかけるコサインアルファなんで、ルート A 次乗足す B 次乗コスアルファ。これが、A。で、B っていうのも同じく、これかけるサインアルファ。なんで、これ共通してるんで、これをくくっちゃえば、足す I サインアルファというふうに、A 足す BI はこのように表せると。これが、直形式ってやつで、英語のポーラーフォームをそのまま
和訳しただけですね。曲形式。かがや系ポーラスターのポーラフォーム。で、そうすると、C たす DI も、もう全く文字が変わっただけなんで、C 字乗たす D 字乗。カッコ、コーサイン、ベータたす I サイン、ベータと。じゃあ、そうすると、じゃあ、掛け算の結果、これも、なんかガンマかなんか、角度があるんで、じゃあそれも、ポーラーフォーム曲形式で表してやると、大きさも決まってると。大きさはこうだと。A、C たす、マイナス、BD、たす、I、カッコ、A、D、たす、BC、は、大きさはこれ。ルート、A 字乗たす B 字乗、カッコ、C 字乗たす D 字乗。で、角度は、コーサイン、ガンマたす、アイサイン、ガンマと。いう風になって、じゃあ、この、大きさ同士の掛け算は分かった。じゃあ、角度は一体、アルファ、ベータ、ガンマはどういう関係になってるのかな、というのを考えると、これはもう消しちゃっていいかな。これとこれをかけると。A たす BI と C たす DI はこれとこれの掛け算。じゃあ、こっちを掛け算すればいいんで、じゃあ、大きさと大きさ、これはもう、これ4つを全部かければいいんで、まず大きさ同士かけると。A 字乗たす B 字乗、C 字乗たす D 字乗と。で、この中も掛け算するんですけども、これも実部と虚部分けて考えてあげると、個数同士の掛け算が実部。で、I と I をかければやはり実数になるんで、これ同士の掛け算が実部になるんで、コサインアルファ、コサインベータ。で、I 字乗だからマイナスで、サインアルファ、サインベータと。で、虚部は、この差し引きかける部分は虚部なんで、I でくくってあげて、サインアルファ、コスベータ。足す、コスアルファ、サインベータと。こうか。こうと。いう意味できたと。で、そしてなんかここがもう見覚えのある格好。コスモス、コスモス、サイタ、サイタ。ってことはこれは、大きさと大きさはもうそのままこれと同じで、で、これは、加法定理になってるんで、コサインアルファプラスベータ。で、こっちも加法定理になってるんで、サインの。I サインアルファ足すベータと。が、これですよと。いうことは、このガンマ、新しく出てきた角度のガンマっていうのは、アルファとベータの角度を足したものなんですね、ということがわかる。ということは、複素数の掛け算っていうのは、長さと長さはかけて、なす角度を足すのが掛け算になってます、ということで、そこで、マイナスかけるマイナスがプラスになるのも、まあ納得いくかなと。マイナス2っていうのは、絶対値が2。で、角度は180度です。まあ、あえて書くならば、コサイン180度足す、アイサイン180度です。このマイナス2っていうのは、大きさが2。で、コス180度はマイナス1。で、サイン180度は0なんで、マイナス2です。かける、これも3括弧、コス180度足す、アイサイン180度。ってことは、この二つの掛け算というのは、大きさと大きさは掛けて6。角度は足してください。コサイン360度足す、アイサイン360度と。じゃあこれって、サイン360度は0。コス360はプラス1なんで、6になります。マイナス掛けマイナスがプラスになるのも、まあ、複素数の掛け算からも、まあ納得いくかなと。で、さらに言うなら、i の2乗がマイナス1っていうのも、まあ、本末転倒な議論になってるかもしれませんけども、i っていうのは角度90度、長さ1。じゃあ、i かけ i は大きさは1と1だからかけて1。で、角度は90度90足すから、まあ、ここにちゃんと来ると。いうことで、まあ、これの定義も、まあ、より納得かなと。まあ、ちょっと、循環論法になってる面もありますけども、まあ、より美しく調和してるかなっていう感じです。じゃあ、そこで、まあ、ここで、まあ、この問題に引くと、
まあ、ですからこれも極形式で表すと非常にいい話になりますと。もう1とルート3、1対ルート3なんで、まあ、60度。で、まあ、大きさは2分の1たす、あ、4の2乗の4分の1たす、4分の3なんで1ですと。大きさ1。ってことは、この Z っていうのは、大きさ1、まあ、単位円周上にあるものです。で、60度。ここが2分の1たす、2分のルート 3i と。で、これは極形式で言うと60度なんで、で、大きさは1なんで、コサイン60度たす、i サイン60度というふうに表せると。で、ちょっと言い忘れましたが、ドゥームアブルの定理はもう、複素数の掛け算が、大きさと大きさをかけて角度は足すっていうのを認めたならば、コスシータたす、i サイン、シータ、で、まあじゃあ大きさも別に1じゃは限らないんで、R。R は、正の実数の N 乗としたら、大きさはかけるんで、R は N 回かければ R の N 乗。で、角度は足すと。シータ2回出せば2シータ、3回かければ3シータ、N 回かければ N シータと。足す i サイン n セータ、これがドゥームアブルの定理ですと。角度はこれと掛け算すればいいですよと。じゃあそこでちょっと話も前後しましたが、これは z っていうのはこういう角度ですと。そうするとこれをコス60度足す i サイン60度っていう z を6乗したら、これは6乗したら角度は360度足す i サイン360度ってことは z の6乗は1ですよと。これ1なんで z6 乗は1ですよと。じゃあ z6 乗マイナス1は0ですよと。左辺因数分解すると z マイナス1括弧 z z5 乗、z4 乗、z3 乗、z2 乗、z1 乗、足す1が0ですと。で、今、ここでは z は明らかに1じゃないんで、こっちが0ですねと。じゃあ、z っていうのは、ここに z、あれを代入すると0になんなきゃいけないですねと。で、これ60なんで、z、これ3乗だけ抜けてるんで、z の3乗だけないと。3乗は、コース180度。足す i サイン180度。ドゥームアブルというですね、3乗。大きさは何度かけても1。角度は足すんです。60度かける3。じゃあこれは、マイナス1ですねと。じゃあそうすると、ここで、これに、z3 乗があれば0ですと。じゃあこれ、本当はないんで、じゃあ移行すると、マイナス z3 乗。っていうのは、マイナス1のマイナスだから1ですね。ということで、結局これの答えは1ということが分かるというのは、まあ、慣れていればすぐ出る話でしたと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。